どうも、っちしです最近ですね、この丸メガネとニューハッターのキャップ、僕のアイコンだねって言われますと。で、今日はですね、またのんびりした動画なんですけども、こちらです。はい、先日取りに行った国際郵便物でございますと、なんとね、シンガポールから到着いたしました。で、商品はね、ここ書いてあるんですけども、ウォッチバンドなので、おそらくこのアップルウォッチのベルトっていう形ですね。 まあ、早速どういったものか果たしてこのサイドパーティー製でぴったりつくのかっていうのもですね検証っていう形でやってみたいと思いますじゃあね早速開けてみたいと思いますと開けてみたいと思いますとはい来ましたこういった形の商品ですね革ベルトレザーベルトのアップルウォッチのバンドを買ってみましたとなかなかかっこいいんじゃないかな まあうまくねつくかどうかは別としてこういったものを購入してみましたとで一応値段がですね確か9 0 0円かなんかなんですよ送料込みで海外から送料込みですごいよなってあ意外と意外と結構しっかりしてるかもしれない一応どうだろうか匂い嗅いでみようか やっぱりちゃんと書いてある通り本側本側のレザーでございますとこれなかなかいいんじゃないかなちゃんとつくか心配だけども早速つけてみたいと思いますはいではね取り付けの方いきましょうまずこういったカードが入っておりましたとシンガポールから今回は来ましたで取り外しが確かここかこれに爪を入れてスライド でこっち側も爪入れてスライド簡単に外れましたこう見るとアプローチちっちゃいなうんじゃあ早速ね取り付けてみましょうここがね結局純正ではないのでまあ、どういった形になるかなんですけどもちょっと見にくいな画面越しだったらこうかじゃあ取り付けうんまあ結構 どうですか結構ぴったりぴったりな感じのような気がするけどうんなかなかいい感じですねじゃあ下の方も取り付けますスライド結構すんなり入るなどうでしょうかねまあ比較的綺麗に収まっているような気もしますけども ジャックあっでもそうでもないあぴったりぴったりぴったりですもうぴったりぴったりはめ込むことができましたとで価格見たら911円でございました相当雰囲気変わったんじゃないでしょうかスポーツバンドから、まあ、レザーのね本革レザーのベルトに交換アリエキスプレスで購入して911円じゃ腕にも少しつけてみましょうか これ最初皮だからつけづらいんだろうなちょっとつけてみますはい取り付けしてみたんですが腕が細いから穴を開けないとちょっと大きすぎるここまで余裕があるだからあと1つぐらい穴を開けて2つ1つ2つ穴開けてちょうどかな まあこっちは少し余裕あるからここがこの辺ぐらいまで来ても問題ないかなと思いますとわそこかそこを全然計算に入れてなかったでも雰囲気的には結構かっこいいような気がするベルトの穴かベルトの穴どうやって開けたらいいんだろう時計屋さんかなわからないな自分で開けられるかなまあとりあえず一回外します なるほどですねここのベルトの穴がちょっと足りなかったかなうんまあそんな感じでございますでも見た目的にはかっこいいからいいかなとは思いますがいかがでしょうかまさかまさかまさかのここがちょっと長すぎるっていうねあでもあそっか911円だし でもここのジョイントさえあれば別に他のレザーベルトでもいいってことですよねこの幅が合えばまあそれで対応してもいいかなでも雰囲気的にすごくかっこいいので好きなんですけどもベルトの穴がちょっとね僕腕が細すぎるせいかあと2つぐらい開けないとダメかもしれないでも雰囲気最高にかっこいいんだけどなうんまあ 通販ってこんなもんですはい自己責任でございますとまあ、でも穴開けたら使えるのでうん、まだ期待はありますという感じですねあでも結構かっこいいと思うけどまぁいかがでしょうかという感じで終わりにしたいと思いますのではいまあまたとりあえずスポーツバンドに戻して使いたいと思いますという感じで終わりにしたいと思いますでは本日もご視聴ありがとうございました もしよろしければぜひチャンネル登録お願いしますあとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますのでよろしければチェックしてみてください以上、勝つよでしたではまた見てくださいかっこいいけどベルトが長すぎた